こんばんは。今日はね、一つ報告があって、この動画を撮っております。ダダン、なんと人生初めてのソロライブ、7月14日の人生初めてのソロライブまで、なんと今で34日前なんです。あー、もうすぐだ、助けて。で、それの一番最後の先行チケットが始まっているので、最後の先行チケット始まっているので、その説明動画を撮っております。6月12日までの申し込みのチケットなんですけど、でれん、こちらですね。一般が5900円で、学割が3000円。学割っていうのは小中高大専門幼稚園保育園まで行けるんですけども、まあ、今回ですね、初めて来る人率が 100% なので、まあ、俺も初めてライブをするんでね、全員が初めてなので、ちょっとやる曲とかちゃんと言っとこうと思いまして、こちらですね。じゃん。9つも跳ねた君との恋、わがまま、ダンスダンスダンス、中毒、ボーイフレンド、ロミオ&ジュリエット&KSS、タトゥー、全部君の影、わっけないデュー、磁石、アルコール、セクフレ、あと新曲もやるんですけども、知らない曲とか好きな曲とかいろいろあると思うんですけれどもね、予習どんな曲したらいいかなってなんか思ってる人いると思うので、ちょっと発表しておこうと思って撮っております。まあでもなんか1曲しか知らないとか言う人ばっかりだと思うんですよ。ぶっちゃけタトゥーしか知らないみたいな人がほとんどだと思ってて、最近だったらなんかボーイフレンドで知りましたみたいなね、ロミジュリで知りましたみたいな人が来ても、ちゃんと俺エスコートをさせてもらいますので、なんといっても俺も初めてですし、初めて来る人の両立が 100% ですので、ぜひぜひエスコートさせてください。てか俺が一番ビビってますので、みんなに助けてほしいんですよ。もう一回きりのねファーストライブなのでね、はあ、本当はねツアーにしたかったんですけど、まあ、今ジャムのツアーもワイジャムのツアーもやってたりして、体はね一つしかないのでね。今34日前なんですけども、あー、もうすぐだ、やばい、めちゃめちゃ練習してるんですけど、ちょっと本当にこのライブはツアーではなくて1回しかできないという内容のライブなので、もうこの日はもう絶対応援に来てほしいんです、本当にお願いしますっていう願いだけね伝えとくね。まあ、実際本当にどうしても来れないという人もきっといるんだと思うんですけども、まあ、思いをね伝えとくことはすごく大事だなと思うので伝えさせてください。最後の選考が6月12日までになっておりまして、ファンクラブ入ってなくてもこれはお申し込みできますので、でホワイトジャムの方も透明版今申し込みできますのでね、これもちゃんとチェックしておいてくださいというような説明でした。はあ、本当にこの1回きりしか披露できない曲とか結構本当にあるのでね、よろしくお願いします。もう燃え尽きて引退説みたいな出てましたけど、それはそんなことは絶対ありませんのでね、ツアーにできませんというだけですのでということで、あと34日間、もう恐怖と戦いながら生きていきます。応援してくれるかな、いいけど、ありがとうね、はあ、やべえ、マジでもうすぐだ、やばすぎる。